マジで言っていいですか。そうですね、やはりそうですね、あの中に入っている赤のを使ってて、なんとか黄色、自分たちの黄色を弾き出そうというところですね。あのバックガードになっている人をなくしたいんですね、はいはい、あれがあることによって相手に使われますから、まずはあれをなくすことですね。力強いシットが打ち合いです。3がちょっと微妙です。うん、うん、それもあるけど、はい、なるほど、やたら高いところを寝させようとして、はい、本人の希望ではないのと日本まだ複数得点のチャンスを作ることができるでしょうか。第8エンド、優位の後攻です。1点のビハインドです。可愛いですか、寸大がいいらしいです。